はい、こんにちは。続きまして、3、4年生ですね。6月の、硬質課題です。ホタルは自分で光り方を変えるそうです。こちらです。はい、ちょっと拡大して、そう、カタカナがね入ってきましたね。そう、これでちょっと気づいた子いるかな。ここ払いません。ほの硬質で書く方なんですけど、払いませんので、ここをちょっと止めるような感じでね、いきましょう。はい、まずはカタカナって漢字に近いので結構しっかりめで大丈夫です。気質です。気質しっかりめな感じでちょっとこう持ってきて、ここ止めて、でこっちもギュッと両方これ止めて大丈夫です。そうね、たですね、たほたる、そう、これ右が少しこう高くなるかなっていうぐらいでね。ね、ひらがな少し小さめにしておきましょう。この後に漢字がきますね。ほたるは自分で、はい、あ、でもね、自分の字っていうのはまたこの四角っぽい字なので、あんまり横をこう大きくするとなんか圧迫感すごいので、このぐらいで、こういうところの余白を見てください。このぐらい残すようなイメージにしましょうね。で、これですね、さっきの 1,2 年生の動画でもこの目っていう字が出てきて、同じ説明になりますけど、ここ左より右が長くなるように、今の時点でもすでに長いですよね。で、こちらの左側を、これを3等分するようなイメージですよ。真ん中の線ね。で、下がらないこと。かといってあんまり極端に上がってしまうのも変なので、ここの空間を見てください。同じようになりたいので全部ね、そこをね、少し全部少しだけ上がってあげるぐらいな感じ、少しです、こんな感じでいいんじゃない。で、最後こっちがちょっと長くなる。はい、次です。これ上8っていう漢数字と一緒ですね。左がこうにあって、それをこうかぶせるように右が入りますってことは、左よりも右が上になりますよね。こう当てといて、ストーンと下ろして払います。で、次ですね、刀という字、グッと上がってしっかり入れて立てるような感じで持ってきましょう。その時に真ん中の線から出ない、立てます。ここ立てるって言っても分かるかな、どうかな、こうになんないでね。ここにラインができてしまうと、次がこうになったらなんかこう滑り台滑ってるみたいですよね。これをこっちをしっかりこう縦ラインで持ってきてあげると、次をこっちに持ってきたとしても転ばないです。しっかりこの子がね、突っ張ってるというかね、引っ張ってあげてる感じがしますよね。そう、次です。で、光で、はい、ひらがなのでですね、真ん中の線がここにあって、お腹が突き出ないように、ちょっと下っ腹ぶつかるかなぐらいな感じでいいです。で、光っていう字難しいですね。バランス、上と下のバランス1対1ぐらいです。足が長すぎてもおかしいので、高さの調節が必要です。意外とここだから1対1なので、ここがね、短すぎると変なんですよ。このまず1本目のこれに対して、この点のバランスもそう、これの関係っていうのは、これが一番高くてこうなりますよね。で、この左のこの点も、さっき「立つ」っていう字、1、2年生で「音」っていう字をやった時の上の「立つ」と似てます。この点の打ち方が、こう極端に言うとちょっとこう丸いようなイメージですね。極端ですよ、これ結構。こっからので、上こう入ってこうに来るような、本来こうつながるようなイメージです。ドン
ストーンみたいな、そんな感じですね。でここを長くしておいて、次ですね、長さ的にはちょうどいいでしょ。ここに対して下がこのぐらい空いてるからちょうど真ん中ですよね。でここの接続部分もよく見てください。ベタッと中に入れないで少し見せるぐらいの感じで引いてあげたらいい。ちょっとだけ引いてあげて左へ向かいます。そう、これ下に向かおうと思ってもやっぱ狭いから多分自然に左行きたくなると思うんですよね。下少し空きが出るぐらいがいいですね。ここもキュッとして、キュッと、ちょっと中心が私ずれたのかもしれないですね。まあでも結果的にこっちすごい広くなったから悪くはないんですけど、まあ真ん中がいいです。そうで、リーは左より右がちょっと上に来るぐらいな感じ。ここからのこのつながりもね見せましょう。光、あ、またちょっと似たようなのが出てきます。こっからこうして、次縦ライン、さっきの自分の分と似てます。それからこうですね、少しこれも縦ラインにしといて、こちらが向こうに行って OK です。は、あ、違う、お、難しい、おですね。これキュッと上がって短い線、そこからのこちらもキュッとしてストーン、ここから、ここからのこの動きです。トントンってきて横へ行く、このくらいで、光を変える、変えるですね。はい、ここをしっかり開けるようにはい、絵です。点を上の方からで、ここ少し開けるようにしたいので点から離してあげてギュッと上がります。ここね、潰しちゃダメなんですよ。これ結構潰れる子多いですから気をつけましょう。点打って近いと潰れちゃいますね。こうやってぶつかるでしょ、ね、だから上がりたいんだけど、上がるためには始まりを下げる。ここからここは結構遠いですよ。で、ここまたキュッてきたらしっかり止まって、こういう止まりが甘いのもダメです。なんとなく考えながらやってると、あっち見たりこっち見たり、まあ、一生懸命見てるんだけど、しっかり止まって見ていいです。止まっちゃってください。ここ動かないでね。で、こう降りてきて、はい、次ル、ルは真ん中ね、真ん中から始まるっていうのも覚えてください。この中心に乗っかる字です。ここ、こういうところをしっかり覚えとくと、行になった時とか、あの他にもね、なんか何にもないところで書かなきゃいけない時、何を目安にしたらいいか分かんないような時でも、あの迷うことなくまっすぐ書けるようになります。それにはやっぱりこう中心がいつもどこ通ってるのかっていうのを、その字のね、その字の中でどこ通ってるのかっていうのを普段からね見てないと、意識してないと気づけないところなので、これソもそうですよ、似てますよね。このルのこの一画目のキュッて入るこれと、線の質は全然違うんだけど乗っかってる部分一緒ですよね。こう真ん中がね、こう乗っかります。で、今のルとソの違い、こっちに書こうかな。ルの場合はキュッて反るだけだったのが、ソになった時こっからふわでここに向かうで、キュッときて、だからここふわなんですよ。この動き逆ですよね。キュッて上がるのとふわってなる。そう、そこは全然違いますので、そこ注意。はい、うも点がありますので、点遠くにしたいので上の方から始まってここ開けます。開けといて下から上がってストーン、こんな感じですね。潰さないように、ここそうです。では2回目、巣は長くしといて右寄りからね、下まで降りてきていいです。結構下までね、来といて、やや内側にここ最後キュッて入っといてあげると結びが作りやすいです。
はい、句読点はね忘れないようにしましょう。それから小学、今日は3年生でいきます。小3、3はね12本目のこの線あんまり短くしすぎないでください。漢数字って結構ギュッとさせて書くことが多いので、あのなんていうかな、短いとね、あの存在感がなくてちょっともったいない感じがしますね。あの線の質を変えるという意味では変えてほしいんですけど、長さはそこまでって思ってください。はい、では 3,4 年生ね、こちらですね。はい、今月も頑張りましょう。